日目の朝、パテを持ってね、何時間かね、24時間は経ってないけど、放置してました。にゃあ、あんだけのへこみがあったんでね、薄漬けパテじゃちょっときつかったか。まだ、ふにょふにょしてます。完全には乾いていません。で、乾かそうとちょっとドライヤーの熱を当てようと、ドライヤーを引っ張ってきたときに、なんと、まあ、傷つけちゃいました。はい。こんな感じで、ちょっと研ぎも今日は今のところできません。よいしょ。カウルの方はね、こういった感じで、はい。ちゃんと研ぎも済みました。うん、こういった細かいところにもね、ちゃんとパテ入ってます。なんで、あとはプラサフでね、鳴らしていけば、十分サイドカウルの方は補修が完了したと思います。はい。で、やることないんで、今日は、メーターね、ちょっとメーターのリメイクしていこうかなと思います。そうだ、すげえなこれ。はい、摘出しましたよ。 VGA21 のタコメーター、これ機械式です。ちょっと線切れちゃったけどね、でこれがパラガニオ、これ機械式で、見ての通りタコメーターの針がね、これパラガニオは全然違います。ちょっとこっちにね付け替えようと思います。でこれを今から解放していきます。あった、ここのね、爪が折ってあると思うんですね、ここ。ここをちょっとドライバーやなんかでこう、結構結構起こしていって、蓋のかし目を解いて外していきます。ね、ここ。ちょっとずつ、ちょっとずつこうやって、よくわらずに起こしていきます。はい、ご覧のように一周。このように浮かしました。でこれをこうパカッとね、ひねりながら外していくと、よしよし、よっしゃ、はい、取れました。よいしょ、ゴムとガラスが外れる、こんな感じですね。で針です。でこの針を取っていきます。はい、取れました。でこんな感じでね、ポイーンと取れました。でね、刺さってるだけなんで、こんな感じで刺さってるだけなんで、ふっと抜け、向こうと思えば抜けます。はい、で同じ要領で起こしていきます。いい。
谷くんこんな感じか。こうってなるとこれメーターつける穴も開けないといけないね。うん、センターどんちゃここでね、よっしゃ。でこれで開けて、はい、メーター車体につけましたよ。はい、こんな感じです。ちょっと軽くねマットの塗装もしてます。本来の色とはちょっと違うかもしれんけどもいいと思います。針も黄色くなってなんかいい感じですね。ちょっとここらねちょっと板金でデコボコ、してますけどもこれは仕方ないね。はい、水温計の針はいじりませんでした。はい、こんな感じです。でタンクの方ですけどもブニョブニョしてますね。薄漬けパテを厚く盛りすぎたかな。ちょっとここはねしっかり乾燥させて仕上げていきたいと思います。はい、そんなちょっと中途半端な動画になりました。最後までご視聴のほどありがとうございました。